よし、戻ってきました。ですね、今正月のところですね。前回は正月のところは自分から電話して、初詣行こうぜっていうところだったんですけど、今回は向こうから来たんですけど、来たやつがこいつだというね。めっちゃびっくりした。総番長、総番長、いや、お兄さんってかお前勝ったんだから、そんなねビビらなくてもいいのつらかずいや。はい。まあそうなるか。なるな。これから一体何を。あ、いらっしゃい。あ、あかねちゃん。新年早々ごめんね。お兄ちゃんが呼んでくるって言って聞かなくてさ。すーげえ、戦った視点の全夜じゃん。一番右上がよくわかんねえもんな。メガネかけた。バイト番長か。いえ、これは俺を認めてくれるってこと？さ、揃ったところでおせち食べましょ。お、いいね。おせちか。食べてないな、最近おせちも。召し上がれ。あ、動画でおせち料理を作ってみようかな。おせち作ったことないな。ありがとう、あかねちゃん。そういえば、昔二人でままごとしたの。もちろん。いいね。ちゃんと覚えててくれたんだ。嬉しいな、僕。こういう過去があるのね、好きなんだよな。日暮れまで、夕暮れまでずっとやったよね。あ、その栗きんとん取ってくれる？あかねちゃん。あなた、できたー。恥ずかしい。人前で言ったら超恥ずかしいな。くそー！その栗きんとんは俺様のもんじゃよ。いくらお兄さんでもこれだけは譲れねえっす。上等じゃこら。お、戦うんか、これもしかして。あ、戦うんだ。うお、HP8160 もある。めっちゃ寝たから、うわ感染してる。めっちゃ感染してるじゃん。おい、ぶっ殺してやるよ。お、めっちゃゲージも早い。これすぐ終わるんじゃない？多分相手が攻撃する前に2回攻撃できるはず。無理だった。気候波ダメー。カットル勝ったー。お、隣にいるじゃん。いや、投げー。マジ5分ぐらいずーっとあれしょったな。ここ負けたらどうなるんだろう。負けるところ全部見たいな。よっしゃ、これでクリキントン俺様のものは。あ、ごめんなさい、おせちもうなくなっちゃった。そりゃそうだな。ガビーン。あ、なんか負けても勝っても変わりそうにないな。やった、イベント見れた。あとエンディングかな。おい、なんか変なのがお前のこと探してるぞ。お、卒業式に来てるんだけど、変なのが探してるぞ。え、あー、いたいた。おい、そこのお前、ちょっと辛かしな。怖いな、バイト番長。あー、わかった。おい、お前大丈夫か？大丈夫だ、心配するな。俺が一人で決着をつけなきゃ。戦闘シーン多いんだよな。貴様、何しに来た？え、ぬぅ、あかねえ。それだけは許さん。めっちゃ力入れてる。こらえてください。姉さんのためを思うなら。貴様ら、こんなことをしてただで済むと。話せ。さあ、早く外へお連れしようぜ。ああ、さ、番長こちらへ。私らにできるのはここまでです。あとは姉さんご自身の口から。大丈夫、頑張って、あかねちゃん。あかねちゃん、これから卒業式っていう慌ただしい時に、そのごめんね、呼び出したりして。
そんなこと気にしなくていいよ。それより用って何？いつも君に迷惑かけちゃって残念か。ごめんね。どうして謝るのさ。あかねちゃんのおかげで楽しかったよ。俺礼を言うのは俺の方さ。僕卒業なんてしたくないんだ。どうして？僕うちが大変でしょ。バイトだってあったし、他のみんなみたいに自由に遊べなかったし、お姉ちゃんも裸だし、僕なんて。あかねちゃん、でも君はこんな僕を誘ってくれて、嫌にならないでいつも一緒にいてくれて、3年間本当に楽しかった。だから今日で離れ離れなんて嫌だよ。そんな、卒業したって今まで通り会ったりできるさ。違うんだ、そんなんじゃないんだ。同じ学校だからとか、クラスメイトだからとか、仲間だからとか。そんなんじゃないよ、俺は。言わないで。いいんだ、君って優しいから。でも聞いて、僕だって一度は諦めた。それも仕方がない。でもダメだった。僕本当に悩んでよ。昨日だって眠れなかったし、だから僕決心した。目をつけるために僕の気持ちを知っておいて。え？僕は君のこと大好きだ。ずっと一緒にいたいんだ。ああ、あかねちゃん、実は俺もあかねちゃんのことが大好きだよ。なんかじゃなくて、あかねちゃんだからだよ。俺、何事も前向きでいつも元気なあかねちゃんが好きなんだ。ありがとう。嬉しい。ああ、鳴らないはずの鐘が鳴っている。神様も応援してるんだよ、俺たちのこと。あ、それ力は強いからね。こうして俺の高校生3年間の幕は閉じた。思えば運動ばかりしていたような気がするが、まあ気にすることはない。無事に卒業できて今だ。そういえば茜ちゃんはそのまま大就職堂に就職することになった。あ、いいことよね。俺は来年こそ大学行けるように頑張らなきゃ。そう、一流大学をね、丸連打でおっしゃったんだよな。彼女のお兄さんは未だに怖いけど、いつか文句も言えるほどの見返しをしてやろうと思う。てかすげえ強いけどな、主人公な。彼女は最近さらに可愛くなったのでちょっと心配だけど、いつまでも二人で歩んでいける、そんな気がするよ。この学校の伝説がトアに語り継がれるように、俺たち二人の愛も大変なのだから。というところで今回はここまでだな。まあ、正直あかねちゃんはあんまりキュンとさんやったな。ああ、けど力入っててよかったな。 RPG もそうだし、あの最後のアニメもちゃんと動いてたしな。力入ってるわ。ちょっとあれなのはボイスがちょっとちっちゃいかな、やっぱセリフのな。まあそれは前々から気づいてたんだけどな。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。でここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。次回、白雪さん、ご視聴ありがとうございました。
この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。